はい、エンジョイランのリョウです。今日は腕のストレッチいくよ。これ肩こり解消にもとてもいいし、私のように卓球をやってる人にはもう絶対必要なストレッチだよ。寝転がってやります。こうでしょ。今から右の腕のストレッチを行います。左手で手首持つ。このまま頭の下に入れてくる。で、頭をね、床に向かってグッと押し付けるような仕草をします。持ってきて、ここの入れ具合、浅い、中くらい、深い、この入れ方によって強度が変わる。こう、例えば一番深く入れます。深く入れるときにはこっちへグッと引っ張る。引っ張って頭をグッと押し付ける。この状態で4、6呼吸いきます。以上なんだよ。できたかな。これね、やっぱりこの腕、肩甲骨、肩の可動域、個人差があるので、深く入れることができない人は中くらい、浅くという感じで、自分のできる範囲でやっていただきたい。これね、結構肩甲骨もグッと動くし、ものすごくね、この辺ストレッチできていいんですよ。もちろん反対側もやっていただきたいんですけども、腕、肩こり、そういう人たちには絶対必要。肩が凝ってる人って腕凝ってるからね。だから肩ばっかりって思ってたら大きな間違いするよ。腕です。ぜひストレッチやってください。以上です。ではまた。